の大会に出場して、賞金を得たりすることを生業としているプロゲーマー。今回はそんなプロゲーマーについてのスレをいくつか見ていきましょう。2009年の10月に、現役プロゲーマーとして活動しているというスレが立ちました。現役プロゲーマーだけど何か質問ある？と言っても大会で勝てなきゃ、月15万しかスポンサーからもらえないんだけどな。特定されない範囲で答えるよ。梅原が、梅はマジですごいと思うよ。格ゲー全然興味ないんだけど、ただアメリカにさえ行けば、もっとリッチになるよ梅は。日本じゃプロは、スポンサーがまずほとんどいないしね。MGS4 でもやってろ。あんな誰でも勝てる簡単ゲーに、プロもクソもないよ。誰でも上手くなれるように、できてるんだからね。プロがゲームの好き嫌いかよ。それプロの野球選手に向かって、サッカーはできないのかよって、言ってるようなもんだよ。e スポーツって言葉があって、WCG っていう電脳オリンピックまであるからね。アメリカや韓国じゃ、プロ野球選手並みに地位があるよ。向こうじゃゴールデンに、e スポーツの生中継やってるからね。プロゲーマーなんて本当にいんの？それで一つで飯食ってくとか、そんなの本当にいんの？いるよ。有名なのでスポーツ系 FPS の得意な、フェイタリティとかいるね。年収1億超えてる。プロゲーマーの平均年収は海外じゃ、3000万から4000万だよ日本円でね。へえ、いるんだ。でもそれも海外でもわずかな人間なのかな。日本人でも、そのくらい荒稼ぎしてるやついんの？梅原だったら海外に住めば、平均以上は稼げるのは目に見えてるね。俺みたいに FPS、TPS で上行こうとしてる連中は正直微妙だね。CS のカッコカウンターストライクっていうクソゲのプロ 4DN ってチームは、結構いいとこまで行ったよ。それでもスズメの涙って学士か、もらえないわけだけどね。そういうの全く詳しくない俺からすると、じゃあスレ主も海外行って、あっちに腰据えて、やってみればいいんじゃね？ってわけでもないのかな。英語も金も、まずは金だね。平均年収3000万ってすげえな。みんなこれ知ったら驚くよ、特に日本人はね。向こうは実力はもちろん、それを取り巻く環境がいいと思う。テンションの高いファンだったり、スポンサーだったりね。でもお前は15万だろ？痛いとこつくね。俺は都内某アパレルショップの社長さんに、出してもらってるね。そろそろ潮時だとは思うけど、諦められないよ。それと国内じゃ、練習相手がほとんどいないってのが辛いね。ゲーム業界が崩壊しかけなのに、この先心配じゃないんですか？全然。国内市場なんか最初から気にしてないよ。海外だけしか見てないからね。向こうじゃ相変わらず FPS、TPS は人気だし e スポもまだ無駄盛んだよ。マジで言ってんの？言ってるよ。ただ金はそこそこありゃいいかな。俺は年収300万でいいから続けたいよ。よぅ、韓国人。あまり人種差別したくないからなんとも。俺は純潔な日本人だよ。ただ韓国のプロは、神クラスが多いのは確か。アメリカほどじゃないけどね。スレ主はどうやら FPS ゲームのプロゲーマーのようですね。スレ内では実力を示す証拠として、自身の動画も出していました。ギアーズ動画見てきた。変態だなお前。ありがとう。変態やキモイは、褒め言葉にすることにしてるんだ。俺もギアーズ2のマルチやってるけど、スレ主の動画は変態的にうまい。そうなんだありがとう。箱丸は息抜きにちょうどいいよ。スレでも出ている梅原は、ゲーマーならご存知の方も多いでしょう。格闘ゲームの大御所の梅原大吾さんのことで、日本でプロゲーマーと言ったらこの人のイメージが強いかと思います。ただこちらのスレが立てられたのが、まだまだプロゲーマーに対する世間の目が厳しかった頃である2009年ということで、批判的だったり懐疑的な意見が多く寄せられていました。日本で e スポーツ事業を展開しようと思っても、お国柄的に無理だと思うんだよな。最近はオタクメディアが台頭してきてるが、以前は某事件のせいで印象悪かったし、漫画はまだしもゲーム、しかも重火器を背負って敵を撃ち殺すゲームじゃな。俺は上手くはないが FPS ゲームが好き、今はその手の仕事に携わってるが、やっぱり日本じゃ厳しいなとつくづく思う。どんな仕事をしてるの？日本はゲーム先進国のくせに、e スポ先進国じゃない珍しい国だよね。やっぱ国民の性格が響いてるかな。うまいイコールニート、キモータって考えが日本人。うまいイコールすげー、友達になりたい考えが海外。こりゃ全く違うね。市場狭いんだから特定超えよ。日本で流行らない、というか事業展開できてないのは、国民性が一番だと思う。あとアメリカでもオタクは、ガールフレンドができないの確定的に明らか。梅さんのスポンサーってやっぱカプとかなの？違うよ。カプの社員にならないかって、誘われたらしいけどね。俺は梅原についてはあまり知識ないな。専門じゃないんでね。プロはやっぱ、特別上手くないとダメなのか？特別なんてもんじゃない。本当に人間の限界まで行くしかないって感じ。例えば俺の場合動体視力のトレーニングを、朝と夜にしてるんだけどすごい単調な作業だよ。目で光点を延々と追い続けるって感じ。本当に強い奴はそれ相応の努力してるし、そういう意味じゃプロ野球選手並みにすごいよ。それに最近の e スポの種目は競技性高くて、熱いゲーム増えてるからね。自慢できるエピソードがあったら、教えてほしい。すごいスコアを出したとか、何連勝したとか。俺がプロ目指したきっかけになった、エピを一つ。
あるゲームのアジア系上級者部屋で、5vs1 の状況の時かっこほとんど実力差つかないので、2vs1 でもほぼ負け確定。砂で最初の2人を速攻 HS して、残り3人をダンスみたいな動きで3人抜いた時だね。このシーンは録画してなかったんだけど、終わった後同じ部屋にいた外人がみんな俺の名前を連呼してたよ。オーマイガー、オーマイガー、って言ってて脳汁出たね。そのちょっと後にプロの動画とか見てて、周りの歓声とか聞いたりして、こりゃすげえと思いプロ目指そうと思ったよ。ゲームで食うって悪夢だな。年食ったら引退確実なのに、スポーツほど受け入れ先もないし、社会的に認められないし。下はあくまで国内だね。年食ったら引退、指導料で金取れる連中もいれば、そういう系の専門学校まであるよ。まあ日本人のプロに対する印象はそんなもん、俺も最初はそんな意見だったしね。高橋名人はすごいの？あの人はスポンサーついてないからね。ただ連射技術は素直にすごいよ。俺のジャンルだとあまり連射精度はいらないけど、代わりに 0.0 数ミリ単位のエイム力がいるね。飛行機往復代くらいなら、掛け試合で余裕で稼げるらしいな。EVO の賞金が日本円で70万くらいって本当か？そんなもんだと思う。梅原がこの前、サンフランシスコで勝った時もそんなもん。スポンサーが豊富なプロの FPS チームが、一番稼げるだろうね。あいつら本当に羨ましいよ。あのヒーヒー言わせて、生活もリッチなわけだし憧れる。正直もうちょっとメジャーになってもいいと思う。そういう意見ありがたい。救われた気持ちになります。日本でも田舎じゃ、そんな仕事ありつけない。日本でも。って日本が一番遅れてるのよ。スレ主の望む通り、令和の現代ではプロゲーマーの職業としての認知度は、以前と比べるとかなり高くなりましたね。ただ世界の e スポーツ先進国と比べると、日本はまだまだ発展途上段階なのでしょう。スレ主が FPS 系のプロゲーマーということで、それに関する質問も。エイミング矢印ヘッドショットの FPS とか、もうすぐ錆びれそうとは思わないの？画期的なシステムができて。そのシステムから外れたら、もはや FPS じゃない。その FPS に魅了されてる人間が多いからね。おそらくこの先も、この根本的なシステムが変わることはないよ。FPS でプロやってるよりも、ネトゲで RMD やってる方が稼げるんじゃね？ RTM はかなり濃い方法使わないと無理だね。俺はそういうの好きじゃない。KD どのくらい？特定されるようなら、少しアバウトでもいいよ。KD は絶対気にしない。なぜなら俺のやってるゲームのルールが、死んででも、するってルールだからな。まあ普通の TDM をガチでやったら、4.0 は超える。プロゲーマーって FPS しかないの？ RTS とかもシェアが大きいね。海外のスポンサーって、元は何やってる企業なの？メリットあるの？ある。例えばプロに、企業の T シャツ着させたりする。で、それが宣伝になったり、優勝賞金でさらに儲けられるわけで。結局は全部銃の打ち合い系。霊夢による PS が全てみたいな。FEZ みたいなもっとスキル駆使して、判断力求められるようなのってないよね。将棋やチェスもプロゲーマーだよ。ごめん意味不明だね。さすがに FEZ でスキルはネタだろ。初心者にとって敷居の高いゲームといえば、RTS だろうな。WC3 とかよく競技種目に出るけど、画面の情報量が多すぎる。その分 FPS は難しいとは言っても、とりあえず打てばいいから、初心者でもルールくらいは理解できる。確かに情報量やばいね。俺は RTS だけは勘弁、ああいうのマジで苦手。FPS の日本プロゲーマーって存在してたのか。道は険しいと思うけど、後に続く人がきっと出てくると思うので頑張れ。世界的に見て、一番盛んなのはやっぱ e スポーツ？スタークラフトとかまだ流行ってんの？ありがとう。でもかなりの結果を残さないと、相手にしてもらえないよ俺は。だからこそ今死ぬ気で頑張る。ただ23を過ぎたらさすがに諦めるよ。23を過ぎたら衰える一方だからね。俺放送で結構いいとこまで行ったけど、プロって発想はなかったわ。そりゃそうだ。海外は生中継を見て育った少年も多いし、そういうのがプロになるとか普通にある。16歳の少年しかいないのに、めっちゃ強いチームとかもあるしね。てかそこに負けた。スレ主のメインはキーマウでパッドは趣味で遊ぶ程度らしいですが、FPS が上手くなりたい人はスレ主の話が参考になるかもしれませんね。小学生から10年近く、ずっと FPS ばっかりしてきた FPS 好きなんだけど、FPS の上手くなる方法、教えてもらえないでしょうか？どうしてもプロレベルには達してないんだよな。立ち回り全般だね。射撃は満足いくでしょ？あと感度は高ければ高い方がいい。ちなみに俺は右利きだけど、キーボード右手でマウス左手でやってる。まあ少しでも有名になったら、特定されちゃうなこれ言ったら。ただ乱雑な操作が必要なのは、実はキーボードなんだよね。エイムは左手で十分。世界のトップ層連中ぐらいの、エイム力には負けるんだよな。あそこの息は才能？言っちゃいけないけど人間には向き、不向きがある。才能って言い方は好きじゃないけど、適正かな。エイム力上げる方法教えてくれ。企業秘密なら仕方ないが。感度少しずつ上げてそれになれる。ガチで上手くなりたいタイトルがあるなら、それ一本に絞って他ゲーはしない方がいい。最初にやった FPS って何？クエイクとか言うていい？初代 COD だね。リアル系のが好き。スポーツ系は実力差出るけどね。
何歳まで続けられんの？プロゲーマーって。23過ぎたら劣化地獄。でも梅原30過ぎて世界で優勝したし、一概には言えないね。野良オンラインで下手なやつとばっかりやってたら、腕が落ちたりしますか？落ちないけど自信過剰になるし、プロ目指すならまず練習にならないよ。プロは動体視力とか反射神経とか、鍛えるトレーニングとかするの？するとしたら具体的に、どんなことするか教えてください。エイム鍛えるためにフラッシュ系のゲームで、鍛えることはないんですか？例えば的が動いて、それをマウスでクリックするようなやつとか。さっきも書いた通り、光点を目で追う単調なものが多いですね。エイム鍛えるなら、そのゲームをプレイするのが一番ですよやっぱ。日本は FPS どころか、サバゲすら否定される国だからな。さらに何でもかんでも、漫画やゲームのせいに従るし、とりあえず頑張ってくれ。あと10年はかけら俺も挑戦してみたかったぜ。あと法律も絡んでるね。応援ありがとうございます。俺も1チーム賞金5万ドルの大会に出られるくらい、とあるゲームをやり込んだりもしたけど、現状日本で、ビデオゲームのプロゲーマーってのは難しいね。そもそもスポンサーになって、治安と企業側に利益があるような企業もなければ、賞金大会すら開けないしな。お国柄の違いですね。さすがに特定怖いのでそろそろ消えます。俺一人ならまだしも、チームが特定されて問題になるのは、シャレにならないので、付き合ってくれた方々ありがとうございました。スレ内ではまともに質問する者もいましたが、嵐もいたようでスレ主はこの辺りで去ってしまいました。こちらのスレは2009年なのでスレ立てから10年以上経っていますが、現在もスレ主がゲーム業界に関わる形で活躍できていると良いですね。続いては2018年の4月に建てられた、元プロゲーマーのスレを見ていきましょう。元プロゲーマーだが質問ある？なければ寝る。ゲーム実況のことどう思ってる？別になんとも思わない。プロってことは、スポンサー契約で食ってたってこと？チームと契約して小遣いもらってた。食ってけるほどはない。コンビニバイトもしてましたとかいう、雑魚の話はいらんで。当時は学生やったから、バイトすらしてなかったわ。プロゲーマーの 87% が、からの人間関係トラブルで、引退するってマジ？引退は知らんが、厳重注意食らったやつならいたで。FPS かもバカ。OW、時期的には第1回の、ワールドカップ前からや。どれくらいの期間やってたん？フリーターのバイトぐらいの感覚やろ。テスターやって、ゲーム制作スタッフ気取るぐらいの感覚。多分9ヶ月。ズベとかやってるんか？登録者とかおる？やってない。スイッチでやってた時期もあったけど。今何してるん？田舎の中小で営業事務やってる。オーバーウォッチのプロシーンって、儲かってんの？やっぱ韓国最強？今はプロリーグできたし、海外は食えてるらしい。Y のやってた頃は、日本はみんなクソだって言ってた。Y のチームは学生とニートしかいなかったけど、基本一律で月2万円プラス3000円。あとはグラボとマウスパッド3枚もらった。北海道のチーム？ちゃうで？ツイッターで毒吐きまくって、クビになったの？ちゃうで？新人トラウトに混ぜられてクビ切られた。プロゲーマーと YouTuber に憧れるやつの気が知れん。見るだけにしとけ。どっちもゴールドラッシュの作業者だからな。スコップ売らないと。このスレはこれで終わっていました。ゲームでお金を得ることができればプロゲーマーと呼べるのでしょうが、なかなか安定して続けるのは難しいようですね。2018年の8月に建てられた続いてのスレも、元プロゲーマーによるものです。元プロゲーマーのオワコン底辺おじさんだけど質問ある？10代20代の頃は、ゲームに命かけてた。結果職歴なし借金500万童貞が誕生した。何のゲームかかけ？ FPS とだけ。なんでやめたの？プレイヤーとして人気がなくて、仕事がもらえなかった。やっぱりその辺はシビアだな。俺はゲームの世界でプロとして活動してただけでも、すごいと思うよ。他のスポーツとかはルールが変わることはほぼないけど、ゲームは数年ごとにタイトル変わったりアップデが来たりして、バランス変わるのが大変だと思うわ。そう言ってもらえると嬉しいよ。アップデが来たりバランスが変わったりした時に、昔と違って現役バリバリの仲間がいないから、全く情報が入ってこないのが辛い。どうせデバイス提供ぐらいのスポンサーしかいなかったのに、ドヤ顔でプロゲーマーとか言ってたんだろ？そんな感じだ。とてもじゃないけど、それだけで生活できるほど稼げてない。学生時代は学校で寝て、帰宅したら朝までゲーム。そんな生活を送ってた。学校に友達はいなく、ネットのフレンドだけが友達だった。もっとリア友と遊びに行ったり、女の子と遊んだりすべきだったと、後悔してる。当時のネットのフレンドたちも就職、結婚し、たまに遊びでくらいでしか、プレイしなくなってしまった。俺はプレイ時間を削りたくないから、近所のコンビニでフリーターをしつつ、結婚も恋愛も諦めてた。10年以上女と話してなかった。30過ぎたあたりで、若い子たちに全くかなわなくなって、今では、結構強いレベルの、1プレイヤーになってしもうた。なんで終わったと判断できる？別の派遣ゲーで天下取れば、いつでも復活できるだろ？なんで借金あるの？この年になると、昔みたいにゲームに情熱を注げないというか、熱意が湧かないんだよね。別の派遣ゲーもスタートダッシュで遅れてるから、今から追いつくの大変だなぁとか思っちゃう。
昔みたいに一緒にゲームに命かけられる仲間がいないのも大きい。借金は大学の学費を奨学金で払ってたから、学生時代ゲームしかしてなかったけど、本当のプロは寝ながらプレイするらしい。操作して目をつむって数秒寝て、また起きて目開けて操作してまた寝る。この作業で寝た感じになるらしい。甘いな、まだまだ。その域にはさすがに達してないな。でも本気でやってた時代は、休日なんかは、10時間睡眠、1時間食事、13時間ゲーム、とかそんな生活だった。プロスポーツ選手でも、ファンの多さというのは非常に大切なことです。プロゲーマーもただ強いだけでなく、人として面白かったりファンからの人気がないと、長く続けることが難しいのでしょうか。プロゲーマーもコミュ力が必要なんだな。ゲームで情報が入ってこないのは致命的だな。コミュニティに属すことは大事だね。ゲームの情報や自分の悪い癖、こういう時はこうしたらいいみたいな対策、すべて自分で一から調べるのはきつい。DPS だけどボーダーブレイクやれば？対戦ゲームは、もう10代20代の頃やって燃え尽きたから、新しいものを始める気にはなれないんだ。今は一人プレイ用のライトなゲームを、遊び感覚でしかやってない。今までプロゲーマーとしては、ゲームでどのくらい稼いだの？ 5 万以下、底辺プロだった。FPS とか、加齢による劣化がもろに出るだろうしな。20後半くらいから一気に来るね。多分知り合いだと思うけど、俺は26の時に就職して今32歳で、そこそこなところにいる。俺もちゃんと就職しておけばよかった。就職してゲームする時間減って、腕が落ちるのが何より嫌だったんだよな。プロから一線を退いた後も、ストリーマーとして活躍している人も今はたくさんいます。スレ住民たちはそういった道を進めますが、ストリーマーとして生きていこうとは思わなかったの？まだ新鮮さがあるうちに、君みたいに実況で食ってけばよかったのに。ちょっとやってたけど、壊滅的にトーク力がなかった。あと現役時代ならともかく、今となっては見てる人が盛り上がるような、エキサイティングなプレイができなくなった。ゆっくりに喋らせとけばよかったのに。ゆっくりでもやったことがある。ゆっくりがつまらんってコメントもらった。配信してなんとか稼げないか、おじさん。トーク力がなくて難しい。あと視聴者を楽しませなくちゃ、っていうプレッシャーの中、プレイするのは息が詰まった。配信で受けるのはガチガイジブルか。本当にエンターテイメントやるか、どちらかだから。トーク力ないなら、外事振り切ってやったら、囲いつくよ。キチガイキャラでやっていこうと思った時期もあった。かっこ普通の人があえてキチガイのふりしてそれが面白いってキャラで行きたかったけど、本物だと思われたらしく。こいつマジ気持ち悪い、薬やってる？みたいなコメントがついてやめた。メンタル弱すぎる。コメントのせいでやめたわけじゃないんだけど、キチガイキャラって、ハキハキ聞き取りやすい声のやつがやると面白いんだけど、俺みたいなブツブツネクラインキャがやると、キャラ作りっていうより、本物に見えてきちゃうんだよね。大学卒業後も、ゲームのプレイ時間減らしたくないから、近所のコンビニで週3くらいでアルバイトしながら、ずっとゲームやってた。この頃からゲーム仲間が就職しだして、ライト層になり、仲間内で真剣にゲームに取り組んでるのが、自分だけになる。20代後半の頃に、そんな生活に親が綺麗を追い出される。仕方ないのでアパートを借り、誰でも採用するようなブラック零細企業に就職。仕事が忙しいのと、一緒にプレイする仲間がいない、年を取って劣化した自分の実力に慣れて、だんだんプレイしなくなって今に至る。やっぱり若い頃に、若者らしい遊びしたかったなーって後悔がでかいね。海行ったりバーベキューとか、カラオケとかボーリングとかビリヤードとか、どれも人生で未経験だわ。あとは合コンとか女の子とデートしたりしたかった。当時は遊びに行ったりデートする暇があったら、その時間ゲームするわって感じだったけど。職歴あるじゃん。すまん、一応職歴あるな。ただあんままともな仕事じゃないから、履歴書には書けない。プロになるつもりだったのに、なぜ大学行った？完全に無駄じゃねえか。高校の頃は、プロになるつもりはなかった。就職するとプレイ時間が減っちゃうから、自由な時間が多い学生を続けていたかった。年を取って劣化した自分の実力って言葉がすごく悲しい。本当に悲しい、過去の栄光にいつまでもすがっちゃう。今の20くらいの若い子見てると、もうこいつらの時代なんだな。って思っちゃうわ。やっぱ30になるとゲームでも劣るのか、肉体だけでないんだな。なら梅原すげえな。格ゲーは若さだけじゃなく、長年の経験とか、研究量とかも大事だから、30代半ばくらいの人たちが第一線を張ってるね。格ゲーってジャンルが新規が増えなくて、若手がいないってものあるだろうけど。ゲームやらない道を選んでも、どうせろくな人生歩んでないだろうし、あんまりゲームを言い訳にするなよ。ゲームを言い訳にするのは良くないわな。若さは有限なのと行動力の大事さに、もっと早く気づくべきだった。プロってスポンサーつけたら名乗れるの？賞金しか収入源がないのがプロなの？スポンサーがついたらプロだね。ネトゲ廃人のニートになるより、ずっとマシじゃん。若さは取り戻せなくても、まだまだ楽しく生きることはできるだろ。気の持ちようだよ。スレはこの辺りで終わっていますが、なんだか少し物悲しくなるスレでしたね。
プロゲーマーとして華々しく活躍している人は確かにいますが、その裏でこちらのスレ主のような人もたくさんいるのでしょう。しかし今後も e スポーツやゲーム界隈はどんどん広がっていくと思うので、スレ主もそういった場で何か活躍できるといいですね。皆さんはプロゲーマーになってみたいと思いますか？